鹿児島市にある鹿児島読売テレビ。きっかけは去年の夏、報道部にかかってきた一本の電話でした。ギャンブル依存の弟を何とかしてほしい、高齢の男性からでした。これまでアルコールやゲームなど依存症の取材に力を入れてきた私たち、弟の自宅を訪ねることにしました。吉雄さん67歳。じゃあ本当に今所持金は今も完全ゼロ円ってことですか。今ゼロ、金がなっちゃう、とにかく増やすしかない。それがない全部負けてしまういやいや絶対に負けられない戦いがそこにはある。でも731か。371や、逆だよ。高齢者ギャンブル依存、深刻な現状に私たちは気づいていませんでした。この時はまだもう本命だな、713で。やっぱりもうギャンブルのテレビ中継。うおら、近くされた。おらおら、来ちゃ一気に来た。なかなか勝てないんですよね。勝てないから悔しくて、ついついやってしまうって感じかな。吉雄さんは若い頃から競輪や競艇、パチンコにのめり込んできました。これまで使った金額は2000万円以上。鹿児島県の奄美大島出身。警備員や派遣の仕事をしてきましたが、ギャンブルが原因で妻とは離婚。5人の子供とは音信不通に。この家で母親と2人で暮らしていましたが、その母親も亡くなり、今は一人暮らしです。暮らしぶりは厳しいものでした。月7万5000円ほどの年金はほとんどをギャンブルにつぎ込みます。貯金はありません。電気代はかろうじて払っているものの、ガスや水道は止められ、家賃は半年滞納していました。離れて暮らす兄弟が見かねて米とソーセージを送ってくれました。次の年金支給日までこれでしのぎます。もう10年、14、5年ですかね。もうこんな状態です。後悔ばっかりですかね。もう死んだ方が楽なんだろうなとか思ってですね。だけどそんな死ぬ勇気もないし、度胸も食うものがなくて餓死で、そのまま自然に死んでいけたらなと思うような状況。それでもなぜギャンブルを続けるのか。やめなくちゃって分かっているんだけど、ギャンブルは生きがいですね。もう生きてる証みたいなもんでしょ。いや、死んだ方が楽でも生きがい。
日常生活に支障をきたすまでのめり込むギャンブル等依存症。患者の数は年々増えています。脳の理性を司る部分の働きが悪くなるなど、依存症の原因は様々指摘されており、適切な治療が必要とされています。厚生労働省によると、ギャンブル等依存の疑いがある人は過去1年の推定で全国におよそ70万人いると言われています。ギャンブル依存の患者を年間100人ほど診察する鹿児島市森口病院の田中大蔵院長です。患者が増えた理由をこう話します。ああいうのにはインターネットでまずやるようになったということですよね。で、家の中でできるようになった、でわざわざその場所に運ばなくてもできるようになったというのは一つあると思います。もともとこの依存症というのは孤独の病ということを集団ですることがないのでね、なおさらこう余計人家にこもってずっとやっていけるので、はまりやすくなっているのは一つの原因はあると思います。中でも一番の問題だと指摘するのが高齢者の患者の増加です。高齢者になってくると単身世帯とか結構多いですよね。で、まあ、各家族が進んでも子どもも別々のところにいると、だん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 年を取ってくると、まあ、生活に何の楽しみもないとか、まあ、なんかこうグレーがかったものになってくる。で、そこでこうパチンコとかギャンブルとかあると、なんか色がついたような生活になって見えてくると。で、それがどん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 エスカレートしていって、まあ、依存症のようになっていく。まあ、一つはそういうのもある。年金の支給日。どうぞ。金融業者から金を借りている吉尾さん、振り込まれた2ヶ月分の年金を全額借金の返済に充て、また金を借りる。4万です。こんな生活を繰り返しています。1、2、3、4。この日は4万円借りました。ああ、助かった。電気代、電気代、電気代、電気代。で、とりあえずこれで1、2、3、4。最近食材を買おうみたいなお気持ちはないですか？食材ね。973のボックス。向かったのは全国でほぼ毎日開催されている公営ギャンブルの場外発売場です。いやー、3行け、バラ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 、347や。347が来ちゃった。やられた。結局4万円はすぐに使い果たしました。深刻化しているギャンブル依存、国も対策に乗り出しています。厚生労働省は各都道府県や政令指定都市に依存症治療のための拠点機関の整備を進めています。やはり依存症、このギャンブル等依存症はできるだけ早期に治療に結びつくことができればですね、また回復に向けた道のりも早くなるということかと思います。そういう意味で
どの地域にお住まいであったとしても、その治療にですね、アクセスできる環境というのを整えていくというのが、やはりまずもって重要な課題であるというふうに考えているところです。鹿児島市の森口病院も拠点機関の一つです。依存症は病気との理解が進むことに期待をかけます。実際その今までってもう依存症で本当にこう意思が弱いとかだらしがないとか自己責任だとね、っていう感のがものすごく強いんですね。でなのでやっぱりこれが依存症っていうのが病気であるっていうことを一つ理解していただくっていう、こういうまあ啓蒙ですよね。まあ来ていただきたい、決して恥ずかしい病気ではないんですよ。なのでまあ来ていただきたいっていうのが大事ですかね。でまあ来る、つながっていただくことがまあ回復へのまあ第一歩なので、だからそれをしていただきたいですね。ごめんください。今月も年金を使い果たした吉尾さんのもとを兄が訪ねてきました。私たちに電話をくれた兄です。10歳年下の弟を気にかけていました。いっぱい、すごい味噌、いや米まだ、ありがたいありがたい。まああれだ、小銭をね、札があるとすぐ、そう小銭がいいよ、手もかじくから小銭で100円が何倍になるか、なんちゃって。こうした暮らしを長年続ける弟が心配でたまりません。踏ん切りがつかんのか、やっぱりボートがしたい、競輪がしたい、もう何日も米だけで生活していた吉尾さん、本音がこぼれます。いやいや、もう疲れたけどな、もう、やっぱり食べるのが一番だな。食べるのが一番だよ、食べるの。そもそも兄が私たちに電話をしてきた理由、それは弟に思いを伝える後押しをしてほしかったんだとこの時分かりました。依存症を治すために施設に、まあ私としては入れたい方がいいよね。だけど本人が、あんたがそういうわけにはいかんでしょう。ホームレスになった方がいいか。77歳の兄の精一杯の言葉でした。やめなくちゃいけないな。思っちゃいるけど。いやー、どうだろう。本当苦しいね。まともな食事が取れない生活。陽気な性格の吉尾さんが苦しんでいました。限界が近づいているように。ギャンブルなど依存症の患者を受け入れる専門病院の施設を訪ねました。自分の体験を正直に話し、患者同士で分かち合うことが依存症の治療の一つです。この日集まった高齢の患者たち、施設から動けない、施設から動きたくない、さまざまな現実が浮かび上がりました。今ここにいるからしないだけで、もしここを対処したらまだ走ってしまうんじゃないかという不安はあるんですね。今年齢もいってますし、もう帰る気はないんですよね。家に帰ったら一人になりますから、
顔を洗う時も話をできるし、それで食事に行った時も話ができるし、もうやがてはここから出ないで老人ホームで迎えたいと思いますよね。環境もいいですしね。失礼します。どうぞ。よろしくお願いします。おはようございます。中村さん73歳。6年間ここで暮らしています。糖尿病を患っている中村さん、合併症の影響で左目の視力はなく、右目はかろうじて見える程度です。まあ、こうすればなんとかなりますけどね、もうあまり見えません。以前は高校の教師でした。3人の子供に恵まれ、幸せな家庭生活を送っていました。40歳を過ぎた頃、それまで家族で転勤していたのが、妻の入院をきっかけに単身赴任に。そこからパチンコにのめり込みました。これまで2000万円以上つぎ込んできました。金銭的なことが全て自分のところで、入院したりしてましたからね。だからするようになったので、ちょっと、調子に乗ってしまったというか、無駄な金を使うようになりましたね。違法な金融業者にまで金を借り、挙句に妻とは離婚。借金は退職金で返しました。心配した子供たちがこの病院に連れてきてくれたのです。ここにおったら年金で足りると。だからもう消費者金融からも、闇金融からもお金を借りんで済むから、ここにいるとですね。昔好きだった演歌を聴きながら、一日のほとんどをこの部屋で過ごします。新型コロナウイルスの感染者数が落ち着いてきたこの日、こんにちは、お願いします。2ヶ月ぶりに外出の許可が出ました。ありがとうございます。受付で1週間分の小遣いをもらいます。おいくらですか？2500円です。今週の分。久しぶりに外での買い物です。私はコーヒーを売ってるところに行きたいんですけど、インスタントコーヒーはどの辺にありますか？コーヒーは向こうの売り場でございます。はい、ありがとうございます。スティック状の一箱を欲しいんです。あ、はい、これだ、これ。こちらで大丈夫ですか？これが上等ですよね。22。久々の外出いかがですか？それはもう楽しいですよね。いつも私はいつも一人だから。よし、よかった。インタビューの最後、中村さんが口にした後悔。右目が書物を読めないような目になって、テレビもほとんど見えないんで、そういう本当は社会的な生活をしたかったんですけど、そこも諦めがつきましたね。まあお金に対する甘い考え方ですね。まあそのうちなんとかなるわぐらいで、遊ぶことの方を優先してしまいましたから。離れて暮らす子供や孫たちが今は心の支えです。あまり見えませんからね、私は。だから会った時の様子を思い出すぐらいですね。これからこの子たちが大きくなって、また人生を切り開いていくんでしょうけど、ああいうしないでおけばよかったなというふうには思いますけどね。おはようございます。
今日はよろしくお願いします。あれから3ヶ月、ギャンブル依存の吉尾さんはある決断をしていました。おはようございます。今日はよろしくお願いします。ギャンブル依存の吉尾さんと再会しました。いや、なんか今日服変わってなんか雰囲気変わりました、ね。でしょう。いやいや、もう前のもう何十年って着てたのボロボロ。あれが付きがなかったんだ。付きがなかった。吉尾さんは兄の説得を受け入れ、依存症専門の病院に通うことを決めました。どうですか？はい、もう調子最高です。あ、本当？はい。慣れましたか、少し？はい。吉尾さんは生活保護を申請したため、施設に通う費用は国から賄われることになりました。1日3食に様々なレクリエーション、生活のリズムを取り戻す治療が始まりました。ね、味噌汁なんてね、さすがないよ。もう何年もこういう食事ってないないない、もう10年以上ないんじゃない、ないよね、うん。音信不通だった子どもたちがお金の管理を申し出てくれたため、借金の返済に目処がついた吉尾さん。現金を持たなくなったため、自然とギャンブルから離れていきました。かけたりする一方でこういうの作るね、人生がね、もっと早く気がつけばよかったけど、もう時を遅しかな、それで。子供たちとも少しずつ連絡を取るようになりました。買ったばかりのスマートフォン、送られてくる孫の写真が何よりも楽しみです。部屋も様変わりしていました。お子さんが持ってこられた、はいはい、ソーセージから肉に変わりましたよ。肉いね、なんちゃって。皆さん料理なんか作りますか？何作るんですか？あ、これ、肉と一緒に、ほら、煮込むの。じゃあ、肉だけじゃあれだから、これを。食事が、生活が変わりましたよね。ギャンブルやめたことで。食事から。寝床から、あの服なんか全部送ってきたやつ、美味しいもの食べると、幸せ感じるというか、本当だね、もう戻らない時間とお金、しかし家族の絆は残りました。思い出さないようにしてる、ね、思っても仕方ないから、人生はやっぱり本当山あり谷あり、それが人生じゃないかなと思うけどね、なんでこんなに可愛いのかよ、孫という名の。ギャンブル依存の高齢者たち、さまざまな後悔を背負いながら、この先も続く人生を生きています。